はい、ということで非非交換っていう僧侶アニメの話をしてなかったので、今回はしていこうかなと思います。現在7話で出てて、まあ普通にエッチなんですよね。で、妻がいるのに大学生の頃いい感じだった女とエッチしちゃうみたいな。個人的にね、1話良かったのが6話で、本当ね、妻がお部屋に呼びに来たっていう歌、そもそも部屋が違うのがおかしいんだけどね。まあそれはさておき、お部屋に呼びに来た時にエッチしながらね、対応してるんですよ。これめちゃくちゃエッチじゃないですか。で、後で行くからみたいな、そんな言いながらエッチしてるんですよね。いやー、本当にね、いいですね。本当にいいです。こういうドストレートのね、取られ系素晴らしいですよね。しかも両方交換するから、妻サイドと夫サイドで二度美味しいみたいな。ぜひね、大人の人は見てください。キッズは見れません。18歳じゃないので。ってことで、まあ夫婦豪華のお話でした。最終回はね、多分まだなんですけど、最終回も楽しみですね。